こんにちは、エリーです。今日は大人女性の髪のトラブル一挙解決。ブラシをした時、シャンプーをした時、掃除をした時、増えた抜け毛にうすうす気づく、なんとなく髪がペチャーっとなる、そんな大人女性の髪の悩み根本解決しちゃいましょう。私の動画を見て、明らかに入浴後の抜け毛が減った、髪が根元からふわっとなった、髪の調子が良くなったというコメントたくさんいただいています。抜け毛や髪のボリュームダウンは頭皮の血行が直接的に関わっています。でもマッサージしてもなかなか見た目に効果が出ない、残念に思われている方いらっしゃいませんか？今日はそんなお悩みにぴったりの髪のお悩み解決法を3つご紹介します。それでは早速参りましょう。髪のトラブル、抜け毛、ボリュームダウン、結構ショックだし諦めるしかないのかなって思いますよね。安心してください、これきちんと改善できますよ。髪の毛の元気がなくなる原因は大きく分けて2つ。1つ目、頭皮の血行が悪くなって髪の毛に栄養が届かない、頭皮の血行悪化問題。2つ目、体力生命力がなくなって髪の毛に栄養が届かない、体のエネルギー残量問題。そう、この頭皮の血行問題はこちらのマッサージ動画やシャンプーブラシを使って頭皮の血行を促すことができます。頭皮はマッサージしてみて1センチくらいずれるのがちょうどいい。もし硬いなという方はぜひマッサージやってみてください。しかしこれだけでは完全解決といかないのが悩みどころ。そう、体力がなくなる体のエネルギー残量問題、これをなんとかせねばあかんのです。東洋医学では髪は腎臓を表します。腎臓というのは生命力を貯めておく臓器、生を養うと言いますが、その生です。生イコール生命エネルギーが足りなくなると途端に髪に現れるんです。パサパサ、抜け毛、ボリュームダウン、白髪、このあたりは体力がなくなって基礎代謝が低下すると一気に老化してくるところなんですね。ということで、体力、体のエネルギー残量をガガッと上げて髪の毛がふわっと元気になる方法を3つご紹介していきます。老化を防いで髪が元気になる方法、1つ目、スイーツ、果物は週3日まで、いわゆる甘い味の食べ物少なくしてみましょう。髪なのに甘いものって謎すぎますよね。実は髪の毛は頭皮の毛穴が開きすぎることによって抜けやすくなります。甘い味というのは膨張という性質を持っています。もっと詳しく言うと、水を含んで細胞がゆるっと緩むというイメージですね。甘い食べ物は水をためながら毛穴を広げる働きがあるので、毛穴が髪の毛をホールドしておく力が緩んでしまいます。そして抜けやすくなっちゃう。特におでこの生え際から頭頂にかけて抜けやすい方は、水分代謝の要、腎臓が弱くなっている可能性があります。頭皮がむくみやすい方なんですね。スイーツと果物って本当にむくむんですよ。頭皮を触ってみてプニプニプニと柔らかい感じの方、甘い味を今の半分くらいにして、小豆茶、黒豆茶、玄米など水分代謝を良くする食材を取り入れてみてください。おやつは甘いものを週3日くらいに減らして、週4日はおにぎりや素焼きナッツなど甘くないものを取り入れてみてください。そして耳から上、ここが抜けやすかったり白髪になりやすかったりする方は油の代謝が苦手な傾向にあります。ここは肺につながっています。肺は皮膚呼吸を司っているところなので、油が多いと皮脂として表面に油を持ち上げて代謝させようとします。皮脂が毛穴に詰まって抜けやすくなっちゃうということなんです。少し油やコテコテのお肉を減らして、大根、玉ねぎ、生姜、ハトムギなど血液をサラサラにする食べ物を選んでみてください。なんとなく髪の調子って遺伝かなと思うんですが、遺伝的にその方が強い臓器、弱い臓器あるんですね。それをしっかり受け止めた上で適切な対処をしていくのが養生ということなんですね。老化を防いで髪が元気になる方法、2つ目、毎日海藻を食べる。髪といえば海藻？何の新鮮味もありませんが、やっぱりこれ食べた方がいいのでぜひ聞いてください。髪は腎臓を表しています。東洋医学で言うと黒ですね。
黒い食材が腎臓を強くするっていうことなんです。東洋医学では性、生命力を養うのは黒い食材、これは3000年以上も使われてきた知恵なんです。黒豆、黒米、黒ごま、黒きくらげ、海藻も黒。特に海藻は余分な水分を出す利水、脂肪を吸着する水溶性食物繊維、髪の成分を作る補血、おでこから抜けやすい方、耳の上から白髪になりやすい方、髪全体が細くなりがちな方、全員に効くわけです。もうこれは間違いないですね。わかめ、昆布、海苔、ひじきに至っては薬膳の方に A8とはっきり書いてありますからね。私も毎日海藻は食べるようにしています。夕食のおかずで取る時もありますが、ランチには必ずわかめ入りの味噌汁を飲むようにしています。私はコストコのカットわかめと茎わかめ、ひじき、これは常備していますよ。乾物で置いておけば日持ちもするし、食事のボリュームアップもできちゃいます。もう海藻は置いておいていいこと尽くしなので、もうやらない理由がありません。ぜひ皆さんも1日1海藻やってみてくださいね。老化を防いで髪が元気になる方法3つ目、お米を食べる。出た、エリーさんといえばお米ですよね。いや、お米はね、本当に食べた方がいいです。お米は日本人の遺伝子に組み込まれた最強の栄養フードなんです。人間の性イコール生命力は食べ物と呼吸で作られます。何を食べて生命力をつけるのか、住んでいる土地や遺伝的要素がかなりあると思います。寒いヨーロッパなどは動物性の脂質や小麦などもあるかもしれませんが、日本人としてはやっぱりよいしょ、お米。栄養学的にも腸が短めな日本人は消化能力が欧米人と比べて低いんですね。海に囲まれた日本列島は湿気が強いので、水分代謝を良くする玄米、これが一番いいと思います。お米を食べると太ると思われるかもしれませんが、お米を食べてエネルギーをつけて基礎代謝をガガッと上げる方が実は何倍も痩せやすいんですね。コメントをくださった視聴者様も健康やダイエットの目的で私がおすすめする食事試していただいたんだと思います。でも私の食事は生命力を上げる食事、基礎代謝を上げる食事なので、ダイエットも体調不良も一気に解決できたんだと思います。この延長線上に痩せたとか髪が復活したということがあるんですね。糖質が気になる方は TGI のお米からスタートしましょう。 TGI とは血糖値のスピード、いわゆる脂肪吸収スピードが緩やかな食材のことです。白米プラス雑穀、発芽玄米、 100% 玄米、もう何でもいいです。体力がつく、イコール基礎代謝が上がる、髪が元気になる、ほぼこれは間違いない公式なんです。玄米食べたいという方はぜひこちらの動画もチェックしてみてください。最後に復習です。髪の毛の元気がなくなる原因、大きく分けて2つありました。1つ目、頭皮の血行が悪くなって栄養が髪に届かない、頭皮の血行悪化問題。2つ目、体力、生命力がなくなって髪の毛に栄養が届かない、体のエネルギー残業不足問題。頭皮の血行が気になるという方はぜひこちらの動画のマッサージやってみてください。そして髪に元気を与える方法3つ。1つ目、スイーツ、果物を週3回までにする。2つ目、毎日海藻を食べる。3つ目、お米を食べる。もうぜひこれチャレンジしてみてください。これをやってみた感想、変わった感覚などあったらコメント欄にぜひ残してくださいね。もう私ね、コメントめっちゃ見てますよ。いつも皆さんありがとうございます。みんなで元気な髪の毛チャレンジしていきましょう。実は私の家系、あまり髪に元気がなさそうだなぁと子供の頃から思ってました。でも今振り返ると、遺伝的な要素ももちろんあるんですが、生活習慣、後からつける性、後からつける体力、東洋医学では後天の性と言いますが、この補給が足りなかったからなんじゃないかなと思っています。今からでも遅くはありません。一緒にやっていきましょう。このチャンネルでは東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や、誰でも簡単にできる美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介しています。頑張るのはあなたではなく、あなたの中の自然の力、一緒にその自然や勢力作っていきましょうね。
私のインスタには性を養う食事の実例をたくさん載せています。ぜひ毎日の献立の参考にしてくださいね。メルマガのご登録もぜひよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。